今日のサンシャイン担当は小川千奈キャスターです。皆さんおはようございます。この後8時からウェザーニュースライブサンシャイン、小川千奈が担当していきます。今日はこの後雨のピークが東日本へと移動していく見込みです。この後詳しく確認していきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。さあ来る時千ちゃん降ってた？もう降っていなくて今日傘忘れました。どうしましょうそうなんですよね。そうなんです。出てくる時まだ降ってないよね。降ってないんです。今もご報告で関東降り始めてるエリアも一気にねやっぱりモーニングの時間帯で増えたんですけれども、うん、幕張周辺だったり東京都内だったりすると結構曇りの報告もまとまって届いていて、うん、一時はですね幕張でも傘を差している方いらっしゃったんですが今ね差してないですね。そうですね。でもせんちゃん帰る頃にはもう絶対的に降り出してるもんね。さっきダメ元でアプリで1時間ことこの辺見たらちょうど帰る時間帯5ミリ5センチぐらい 5ミリか5ミリ。どうしよう絶対なきゃいけないよねどうしよう。でもさっきね急な雨の時はお使いくださいっていう傘を見つけたので、うん、そうなんですか。多分、ね、この会社気象会社なのでそういう優しい配慮が、ね、あると思うのでありがたい。ぜひ借りてね帰ってください。はい、うん、傘ねぜひ皆さんも忘れずにお持ちいただければと思います。はい、こちらいただいていたリポートで最後6時47分ということなんですけれども東海エリアでこの時間ね強まっていました、はい、もう1時間ほど強い状況続いてるんですが降り方としてはこのようにですねザーザー降りになってました。はい、もうすでにねこの道路にも水たまりができていて足元の状況もね悪くなっているんですけれども、はい、この後のサンシャインも雨の降り方は注目していきたいところになりそうですね。そうですね。すでにモーニング中このように東海エリアにも雨のエリアが広がってきたということでこの後も引き続き西日本東日本では傘が必要なお天気となりそうです。どのタイミングでそれぞれ強まるのか詳しく見ていきたいと思います。はい、この後のサンシャインよろしくお願いします。お願いします。さあここまでウェザーニュースライブモーニング3時間お付き合いいただきありがとうございました。担当は大島理乃でした。皆様この後もですね雨の降り方に注意してお過ごしください。それでは失礼いたします。それではこの後11時からはコーヒータイムが始まりますので担当するキャスターさんに天気を引き継いでいきましょう。続いては青原桃香キャスターです。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。この後11時からウェザーニュースライブコーヒータイムお届けしていきます。担当は青原桃香です。皆さんと一緒に現在から明日そして週間のお天気確認していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうすでにこのサンシャイン中、はい、雨がこのスタジオ周辺本降りになっていたんですけれども、はい、ももちゃんが来る時はもうすでに本降りでしたか？はい、私が来る時はギリギリ傘を差している人もいれば私は差さないで出社できたのでそのぐらいの降り方だったんですけれど、はい、だんだんとしっかり傘が必要になってきてますね。そうですね、うん、現在お天気カメラこのスタジオ周辺ご覧いただいておりますが、はい、まずこのレンズに雨粒がついていたりですとかあとはこのサンシャイン中ももう本降りで横殴りになっている様子なども確認できました。はい、西から次第に雨のエリアが東の方へと動いてきたこの3時間となりましたが、はい、この後はまた別なエリアでお天気が変わったりですとか、うん、あとはこの東日本で雨が強まることがありそうです。はい、この後どんなポイントで見ていきますか？はい、そうですね、だんだんと西から東の方に雨の範囲広がっていましてすでに関東でも雨足が強まっているところあります。そんな雨の降る範囲ですとか東北ではだんだんと雨から雪混じりの降り方となりそうです。そんなお天気変化一緒に追いかけていきたいと思います。この後もコーヒータイムよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまで3時間お伝えしてきたウェザーニュースライブサンシャイン。この後も雨が強まったりですとかあとは先ほど青原キャスターが言っていたようにこの後みぞれ湿った雪に変わる東北南部関東北部そして北陸甲信の山沿いなど各地お天気の変化には油断できません。この後も雨具を持って素敵な一日をお過ごしください。では失礼いたします。この後は檜山沙耶キャスターです。よろしくお願いします。こんにちは。この後14時からウェザーニュースライブアフタヌーンを担当します。今日から明日のお天気とこの先1週間のお天気まで確認していきましょう。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速お天気の引き継ぎをしていきたいと思うんですけれども、はい、今日は西日本からだんだんと東日本に雨足が強まるエリア増えていきました、うんうん、先ほどの時間はこちらの愛知県名古屋市で、ね、地面を見ていただいても雨の強さ伝わるかと思うんですけれども、はい、このようなリポートですとか、うんうん、西日本では側溝から水が溢れてしまって歩道路に広がっているようなところもありました。そして雷なども近畿から愛知県の方にかけてまた、ね、落ちているところもあるということで、はい、うんうん、今後もまだ雨足の強まり心配ですね。そうですね、現時点でも西日本でしたり東日本でも雨の降り方強くなっている場所多くなっています、はい、昨日と比べて低気圧前線が接近しておりますので本降りとなっているエリアがアフタヌーンでも続いていきそうです、こちらの番組でもしっかり最新情報を追いかけていきたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではここまで約3時間ウェザーニュースライブコーヒータイムお届けしていきました。この後もまだまだ雨足が強まったりそして雷等も、ね、こう発生する可能性がありますのでしっかりと最新の情報をご覧ください。ではこちらで失礼いたします。この後は時田瑞樹キャスターです。こんばんは。この後時刻17時からウェザーニュースライブイブニングを担当します時田瑞樹です。今夜から明日にかけてそして週間にかけてのお天気も詳しく見ていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は関東では雨が降っておりますけれども、はい、兄ちゃんが出社するタイミングでは雨はいかがでしたか？雨しっかり降ってはいたんですけれども、それほど強まってるなっていう感じよりは結構路面に水たまりが大きなものがたくさんできていたので、はい、踏んで靴が汚れないように、いや、そうですよね。はい、気をつけるのが大変でしたね。足元気になりますよね。そうなんですよ。もう黒のブーツに黒のパンツで、私も今日ブーツにしました。一緒ですね、ですよね、はい、ブーツだとそこまでこう濡れなくていいですよね。そうなんですよ ね、ちょっと防水機能もありますし、はい、汚れても目立たないかなと思って、うん、はい、私も黒ブーツできました。そんな関東ですけれども、ね、幕張からも報告も届きましたし、今日東京でもですね、はい、このように雨が下まりが結構できてるんですよね。そうですね、関東でしたり東北南部などはこの先も雨雪注意が必要ですね、はい、うんうん、そうですね。そして今日は10点の割合でもですね、はい、このように届いていたんですけれども、はい、結構お昼前よりは午後の15時過ぎてからがザーザー降りや豪雨レベルの雨のピークの時間帯となっていました、はい、結構風もあったみたいで木が揺れていたり、そんなライブカメラもお送りしていたんですけれども、はい、もうしばらく帰宅時間帯も関東エリアちょっと注目が必要となりそうですね。そうですね、うん、夕方にかけてが雨のピークということでこの先も雨の強まり注意が必要となります。また低気圧が通過した後北寄りの風が強まる予想ということで風の強まりにも注意して過ごしていければと思います。はい、わかりました。ではこの後のイブニングもよろしくお願いします。よろしくお願いします。3時間ご覧いただきありがとうございました。イブニングの時間帯でも最新情報をお送りしていきますのでぜひみーちゃんのイブニングでご確認ください。では失礼いたします。ではムーンを担当するキャスターさんとお天気の引き継ぎをしていきましょう。今日は山岸愛理キャスターです。よろしくお願いします。こんばんは。この後20時からウェザーニュースライブムーンを担当します山岸愛理です。今夜から明日にかけてのお天気を中心にお伝えしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。愛理さんが今日会社に来られる時は、うん、雨や風はいかがでしたか？私が来る時には結構残々降っていまして、あ、強まってましたか？そうなんですよ。ちょっと外に出ただけで足が濡れてしまうくらいには、はい、しっかりとした降りになっていましたので、もうね、今日はもう出社してまずはこう髪をすぐ直してっていうところから始まりましたね。ということはもう傘が役に立たないレベルの降り方と、うん、いうことですか？そうですね、ちょうど、ね、強いタイミングで私は出てきてしまったのかなっていう。風で横殴りになっていたりはしましたか？うん、風はねそんなに感じなかったんですけど、雨の強さがすごい気になりましたね。あ、
この先は関東エリア北風の強まりに注意が必要なところも多くなりそうでして、こんなリポートをいただいておりました、はい、東京都墨田区から届いていたんですけれども、風が強く木がゆさゆさ揺れていまして、はい、雨も横殴りに降っているということでしたね、はい、この先も関東などは雨風の強まり警戒が必要ですし、東北なども雪注意が必要なところ多そうですよね。そうですね、この後も東日本から東北にかけての雨や雪がポイントとなりそうです、はい、帰り道のお天気しっかりお届けしていきますが、明日は広く天気が回復していきますので、今後の変化についても追いかけていきます、はい、この後のムーンよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ここまでウェザーニュースライブイブニング3時間ご覧いただきありがとうございました。この後も特に関東エリアでは雨風の強まり警戒が必要となりますので、最新の気象情報をしっかりとご確認ください。それではここで失礼いたします。